エントリーナンバー7、ザンギエフの紹介を行います。格闘ゲームに必須になった元祖投げキャラだよ。投げキャラって格闘ゲームにはまずいるもんね。稼働当初は飛び道具や派手な技を持っているキャラが使われたけど、戦い方が確立されてきてからは使用する人も増えたよ。でも、使用人口自体は少なかったんだよね。次に顔を見ていこう。一言で言えばごついこれに尽きるかな。確かに、モヒカン、ヒゲ、プロレスラーということもあり迫力があるよね。では、等身大で見ていこう。プロレスラーということで赤いショートタイツで戦うよ。体に赤い切り傷と、大きな胸毛にも目が行くね。そうだね、また体の特徴は手足中心に太く鍛えられているよ。あと、赤色が貴重なのかな？彼は赤きサイクロンという異名を取っているからその影響だろうね。次に詳しいプロフィールを見ていこう。名前はザンギエフで出身はソビエト連邦共和国だよ。いわゆる、ソ連だね。稼働日は1991年3月だからまだロシアにはなっていなかったんだ。稼働当時の年齢は34歳だね。スポーツ選手としてはそろそろ引退を考える頃かな？身長は2メーターを超えており、体重は115キロあるよ。この見た目で、身長を考慮しても少し軽い気がする。好きなものはレスリングとコサックダンスということでお国柄を考えてもぴったりだね。次に苦手なものだけど飛び道具とのことだよ。戦いに関するものなんだね。特技はウォッカの一気飲みと寒さに耐えることだよ。これも、見た目とお国柄を考えたら納得だよ。トータルで見ると体重以外は全て納得のいくものだったんじゃないかな。わかりやすかったよ。続いて、ザンギエフの能力や基本技、必殺技を見ていこう。まず特徴として、移動速度は遅く、ジャンプ力も低い。攻撃も発生や戻りが遅いものが多い。しかし、優秀な技もあってそれらをいかに組み込んでいくかがポイントになるよ。いきなり短所から入るとは。格闘ゲームの特徴で動きが遅めのキャラは扱いが難しいことが多いんだ。だから稼働初期は使っている人はかなり少なかったよ。そして飛び道具を使う相手や、ダルシム相手には非常に相性が悪い。それもなんとなくわかるよ。次に必殺技だけどダブルラリアットとコマンド投げのスクリューパイルドライバーの2つがあるよ。これをどう使うかが勝負を決めそうだね。ザンギエフは接近戦で投げを決める戦い方になるのでいかにしてその間合いに入っていくかがポイントになるよ。この姿から想像もできないくらい繊細な戦い方になるね。ちなみに、ザンギエフは気絶からの立ち直りが早い。他のキャラと比べてコンピューターの立ち直り速度を見ていこう。うわぁ、ひよこも星もめちゃくちゃ早いじゃん。これだったら、連続技は狙わない方がいいのかな。これはコンピューターだったけど人が使ってもかなり早く立ち直れるよ。では、ザンギエフのステージを見ていこう。全体を見ると工場の中といった感じだね。プロレスラーだけどリングらしきものは見当たらないね。ベースの効いた BGM で投げキャラであるザンギエフの雰囲気がよく出ているよ。派手な BGM じゃないからこの屋内ステージの感じにも合っているね。ステージを見ていくと中央部分に消火器が置いているのも工場内であると認識させられるよ。そして、向かって左側の画面手前に金網があるね。キャラの姿は見えるけど少し見にくくなるかな。また、向かって画面左側にはギャラリーが固まって声を上げているよ。お酒をラッパ飲みしている人が目につくね。そして、画面右側にも色々と物が置かれていてやはりキャラを見えにくくしているよ。ステージは全体的に暗くて BGM もその雰囲気に合わせた感じだね。破壊できる障害物はないけど少しキャラが見にくいステージだ。では、ザンギエフのいくつかの基本技の紹介に行きます。ガチ勢の方々もおられますので、あくまで一個人のものとして温かくご覧になっていただければ嬉しいです。まずは遠距離立ち小パンチでストレートだ。太い腕のパンチだね。本当に太いよね。どんな特徴があるのかな？この体格で連打が効く技だよ。だから、連打の速い人が使うと一瞬ひるむかもしれないね。すごい連打だね。そして、結構威力も大きい。実際に見ていこう。これが小攻撃か？と思わせるくらい減るね。かなり使い勝手がいい技じゃないの？この技は遠距離で出せるので、距離を間違うと別の技になる。そして、相手の突進系の技を防ぐことが難しいんだ。ただ、リーチは長めだよ。実際に見ていこう。
見た目では突進系に強そうだけど総じて高性能な技とは言えないね。次は近距離立ち小パンチでブレインチョップだ。体格に似合わない小技のチョップだよ。こんな技もできるなんて結構器用なんだね。使い方は？実はザンギエフの最も頼りになる対空技なんだ。え？小攻撃のチョップだよ。繰り返すけどこれ以外の対空はあまり頼りにならないんだ。まず、技の出が速くて当たり判定が上の方に出るので多くの飛び込み技を落とせるよ。さらに威力も大きい。さっきのストレートといい、小攻撃でもダメージが大きいね。何か気をつけないといけないことはある？技の出ている時間が短いので対空で使うなら結構引きつけないとダメだよ。時には相打ちの覚悟も必要なので慣れるまでは難しい。あとは間ね。遠距離では違う技になるので性能が変わってしまう。ただ、連続ヒットもするし小攻撃なので隙も小さいよ。当てるには少し練習が必要みたいだけどすごく優秀な技だね。次は遠距離、近距離立ち中パンチでカウンターチョップだ。プロレスでいう逆水平チョップだよ。プロレスでよく見るやつだね。使い方は？主に連続技と牽制がメインになるよ。小回りが効く技だね。技の速度も速めだし、ガードされてもこちらの方が速く動ける。いい感じの技だと思うけど、何か注意点はある？中パンチは優秀な投げ技になるので使用頻度はそれほど高くないよ。また、しゃがまれてしまうとヒットしないので使いどころも難しい。なぜここで紹介したの？この技は連続攻撃と技の速さを活かしての牽制に使えるよ。特に連続攻撃は決まればダメージは大きくなる。だったら、結構優秀じゃないの？さっき牽制に使えると紹介してなんだけど逆に間合いを離されてしまうことがあるんだ。技自体は牽制に使えるけど、それがザンギエフのキャラ性能では逆にミスマッチになるんだね。悩ましい技だ。次は遠距離、近距離立ち大パンチでダイナマイトパンチだ。思い切り振り抜くパンチだよ。豪快だね。威力は大きめだし使い方は？メインの使い方は条件付きで対空かリーチを活かした不意打ちだね。ちなみに対空で使うなら少し遠距離で使用した方がいいよ。結構いい感じだけど、欠点はあるの？まず、モーションが大きすぎるので、空振ると停滞反撃をもらう。また、しゃがまれたら当たらないだけでなく簡単に足払いをもらってしまう。それと技の出も遅くて、それほど上への攻撃範囲はないから飛び込みが強いキャラへの瞬時の対応はほぼ不可能だよ。それと、コンピューターは超反応で返してくるから気をつけよう。いいところもあるけど、欠点が大きいな。次はしゃがみ小パンチで地獄突きだ。某有名プロレスラーがよく使っていた技だよ。見たことがあるよ。使い方は？これは非常に大切な技でブランカのローリングを防いだり、転倒した相手にかぶせて投げや、さらに攻撃を重ねるかの2択を迫ることができる。もちろんスクリューを持っていくこともできるよ。相手に2択を仕掛けて攻めるのは重要だよね。さらに連打ができて、スピードが速く、隙が非常に小さい。めちゃくちゃ優秀な技だよね。さらに威力も大きい。鼻血が出るくらい優秀じゃん。このダメージが結構すごくて。3発当てれば、通常投げよりもダメージは大きくなるよ。そして、最大4発入る。そして、大足払いにも繋げられるよ。一応聞くけど、弱点なんてあるの？目立った弱点は非常に少ない。強いて言えば、リーチが短いところだね。でも小攻撃なので仕方ないと思うけどな。とにかく、この技を使いこなせれば一気にザンギエフが強くなるよ。だからしっかり特徴を把握していこう。ザンギエフマスターになるために使いこなすぞ。次はしゃがみ中パンチ大パンチでロシアンハンマーパンチだ。このモーションは太い腕が余計に太く見えるね。どうやって使うの？これは竜巻旋風脚とスピニングバードキックを落とす使い方がメインになるよ。ただ、一つ気をつけないといけないことがあって。スピニングバードキックは全て当たるんだけど。竜巻旋風脚は当たらないことがあるよ。竜巻旋風脚に当たる確率を上げる方法はないの？その場合は着地を狙う感じで打てば大丈夫だよ。ところで、使うのは中か大のどちらがいいの？中は隙が少なめだけど、台の方がリーチが少し長くて威力が高いので台の方がメインになると思うよ。使う時が限定されているけど、その時が来ると輝くよね。次は近距離立ち中キックでトーキックだ。相手を踏みつけるようなモーションでリーチがある蹴りだね。あまり速そうじゃないけど、どうやって使うの？リーチがあるので少し距離を空けても相手に届くよ。
た相手がしゃがんでいてもヒットする。ダメージも大きめなので単発攻撃でもいいけど。ガードが固めの相手にはスクリューを決めてしまおう。気をつけないといけないことはある？理想はスクリューを狙っていくところだけど苦手な人には難しいかもしれないよ。スクリュー必須の技だね。次は近距離立ち台キックでフライングミールキックだ。豪快なモーションの蹴りだよ。これぞプロレスラーという蹴りだね。使い方は？まず前提で、これは一応二段攻撃になっていて至近距離でヒットすると2回当たる。そして、一応メインは対空なんだけど。二段目の蹴りが上の方に当たり判定があるので少し早めに出す必要があるよ。実際に使うとどうなるか見ていこう。足が上がった状態が対空になるのでかなり早めに出さないといけないんだ。対空では優秀なのかな？ところが、短所として技の発生が非常に遅く対空で使用するならば、かなり先読みしなくてはならない。しかも、ジャンプの速度が速い相手ではほぼ当てられないよ。ダメじゃん。また、相手との距離が離れてしまうと別の技になるのでこの技にこだわるのはやめた方がいいよ。あまり使えない技も紹介しないといけないんだね。次は遠距離立ち小キックでローキックだ。ひねりを加えた下段攻撃だよ。小技の蹴りだね。使い方は？主に相手への牽制と、ガードをさせればスクリューを狙えるよ。そして、立ち状態からの下段攻撃なので移動をつくことができる。連打はできないけど、技自体の速度が速いので空振りをしてもそれほど気にならないし。硬直も短くて、ガードされてもこちらが先に動ける。それを利用して、ローキックから大足払いも繋がるよ。動きの遅いザンギエフには嬉しいコンボだね。また、小攻撃ながらリーチがあって、例によってダメージも大きい。この技は大きな欠点はない気がするけどどうなのかな？前を間違えると性能が落ちる別の技になることくらいだね。じゃあガンガン使っていい技だね。次は遠距離立ち中キックでミドルキックだ。ひねりを効かせたリーチ長め上段攻撃だよ。リーチが長めの蹴りだね。どうやって使うの？これは、相手が向かってきた時に牽制として使うことが多いよ。見た目通りでリーチも長めだ。そして、中攻撃ということで、攻撃速度も比較的早めだよ。結構いい感じだけど、気をつけることはある？これはしゃがまれてしまうと当たらないので足払いの反撃を受けることがあるよ。また、威力はそこそこ高めだけど、攻撃をガードさせてもスクリューは狙えない。投げキャラのザンギエフには低体性能だよね。使うなと言わないけど、使いこなすのは難しい技だよ。次は遠距離立ち台キックでフェイスキックだ。ひねらないタイプのハイキックだよ。太い足を振り上げるから迫力があるね。使い方は？これは対空で使っていくよ。技の出も早めだ。うまくタイミングを合わせて打てば結構落とすことができる。また、隙も大攻撃の割に少なめだから。相手を牽制しつつ蹴りのモーション中にスクリューコマンド入れて狙ってもいいよ。かなりいい感じの技だけど注意しないといけないことはある？遠距離の攻撃になるので対空で使うにはある程度先読みが必要になる。至近距離で飛び込まれてしまうと別の技になるから間合いには気をつけよう。ただ、この技は対空で使っていくとは言ったんだけど。飛び込みが強いキャラには負けてしまうこともあるので別の技も候補に入れていこう。対空は近距離になることが多いから誤爆だけは避けたいよね。次はしゃがみ小中大キックでコサックキックだ。その名の通りコサックダンスのようなモーションだね。品のあるモーションだけど、使い方は？これは、ザンギエフの技でかなり強力で大切な技だよ。小中大、すべてで出せるけど性能や使い方も異なってくる。まずは、小から行くよ。転倒はさせられないけど、相手をひるませることができる。人の心理としてダメージが大きくない技でも不意に来ることがあればつい身構えるから。相手に下段攻撃を印象付けることができる。こうすれば、多少なりと攻撃が緩んでくることがある。そして、ガードが硬くなったらスクリューを混ぜてもいいよ。下段攻撃ということだけでも使いやすいよね。でも、似た技がなかった？ローキックだね。これも優秀な技だけど、相手との間合いで別の技になるからそれをきちんと把握できるならローキックを混ぜてもいいよ。次に中だけどこれは、相手を誘導するために使うことが多いよ。誘導とは？コンピューター戦では顕著なんだけどこの技で相手をこちらに飛び込ませて迎え撃つといった感じだ。確かに、超反応で飛び込んでくるね。
ちなみに、ダイコサックと混ぜて相手の出鼻をくじいてもいいよ。中も優秀だね。ただ、転倒させられないのでそのことは念頭に置いておこう。そして、最後は台なんだけどこれは非常に大切な技で、ザンギエフの主力とも言っていいよ。大きく出たね。どうやって使うの？この技は相手を転倒させるのでここから投げにつなげていく戦い方が重要になる。そして、技の効果時間が長いという特徴がある。だから相手の動きを先読みして置いてくるという感覚で使える。しかし、実は使用できる8キャラの中で転倒が取れる技ではリーチが最も短い。尺の関係上、チュンリーと剣の実をご覧ください。また大攻撃ということもあり技の隙は大きいことを覚えておこう。絶対にザンギエフに必要な技だけどリーチが短めなのはいただけないな。その分、威力が高めで転倒させられるのでうまく活用すれば十分キャラ能力を引き出せるよ。ちなみに、技のリーチもそれぞれで違ってくる。小、中、大の順に長くなるよ。解説が長くなったね。ここまで長くなるとは思わなかったよ。次は斜めジャンプ中に小、中パンチでジャンピングブレインチョップだ。結構腕を大きく動かすモーションだよ。飛びながらの脳天チョップみたいだね。どうやって使うの？これは条件付きの対空や空中戦に使うよ。ちなみに、小よりも中の方がリーチは長い。モーションを見たら、名前の通りジャンプをした脳天チョップだから地上にいる相手に使うのかと思った。でも、条件付きの対空ってどういうこと？見た目や技名を聞くと、地上にいる相手に使えそうだけど。当たり判定が少し上の方にあるから地上の相手にはかなり下を狙う感じで使わないと当たらない。しかも、しゃがまれると特定のキャラには当たらない。ダルシムには当たるんだね。それとコンピューターは反応が早いので正面から来るジャンプ攻撃を対空で落とすのは難しいよ。その代わり、対人ではある程度有効だよ。そして相手の対空には弱いことを覚えておこう。条件付き対空の意味がわかったよ。次は斜めジャンプ中に大パンチでジャンピングラリアットだ。体を水平にして打つパンチ攻撃だよ。この巨体ですごいモーションだね。使い方は？これはジャンプ攻撃の中では最も長いリーチを持つよ。だから飛び道具をかわしての攻撃で使用するのが有効だ。またジャンプの低さを逆に利用して、不意の攻撃を仕掛けてもいい。その場合はしゃがんでいる相手にも当たるので安心してね。見た目以上にリーチの長さを感じるね。何か欠点はある？これを当てて大足払いに繋がらなかった場合相手との間合いが縮まらない。しかも、パンチの一番先のあたりで攻撃を当てると足払いに繋がらないことが多い。それと、ジャンプの低さが災いして飛び道具を回避しきれないこともあるよ。とはいえ、そもそも飛び道具を持っていたりリーチが長いキャラには不利になるので、それに対応していく技でもあるから短所は受け入れないといけないけどね。次は斜めジャンプ中に小キックでダブルニードロップだ。見たままのダブルの膝蹴りだよ。見たままだとリーチは短そうだね。使い方は？これも見たままだけど飛び込みで使うよ。ザンギエフはジャンプが低いのでうまく使えば相手が対応できずに一方的に飛び込める。しかも、ノックバックが小さいのでガードさせればザンギエフの間合いになるよ。結構強いのかな？でも、何か気をつけないといけないこともあるよね。やはりリーチの短さは気をつけないといけないよ。だからかなり間合いを詰める必要がある。でも、ザンギエフが間合いを詰めるのは大変なんだよね。だから、この技で相手を揺さぶれる時点で相手との間合いは詰められているから。他の技を選択する人も多いんだ。それと、相手に読まれてしまうと結構簡単に対応されてしまう。使いどころの見極めが大事だね。次は斜めジャンプ中にレバー下を押しながら大パンチでフライングボディープレスだ。大きな巨体での仕掛かるような飛び込み攻撃だよ。迫力があるね。使い方は？先ほど説明したけど、飛び込み攻撃で使っていくよ。近距離で使ってめくりを狙っていくのが戦略として強力だ。めくりをするならば、かなり近づかないといけないよね。そうだね。大足払いで転倒させた時や、自身の近くに落とす投げ技を決めた時に使えばいい感じになるよ。また、当たり判定も強めでジャンプが低いこともあって繰り返すだけでも、効果はあるよ。これだけでもかなり強いよね。また、大攻撃だけど技の発生時間は長くて、ほぼ空中にいる時はずっと発生しているよ。何か注意することはある？優秀な技だから弱点は少ないんだけど。あえて言うと、間合いを詰めた状態で使うのでこの技を有効に使えるところまで行くのが大変だね。なんとか近づいてこの技を連発するぞ。
次は垂直ジャンプ中にレバーを上に入れながら大パンチで頭突きだ。体をくの字に曲げて頭を前に出すモーションだ。あまり頭突きには見えないね。使い方は？主に対空で使うよ。当たり判定が頭部から少し前の方にもあるのでまとわりついてくる相手には、真下から迎撃で使う。また、大攻撃だけど技の出ている時間が長いんだ。そして、一応地上にいる相手にも当たり判定はあるけどしゃがまれると当たらないし、相手狙う必要はないよ。少し特殊な感じだね。では、欠点だけど。ちょっと待って、もう欠点に行くの？あまり長所がない技だからね。まず、当たり判定が特殊すぎて特定の対空しか使えない。さらに、当たり判定が頭部を含めて少し前なので反撃を受けることが多いよ。あまりいいことないじゃん。なぜ紹介したの？実はこの技が最も輝くところがあるんだ。それは？コンピューター戦のバルログのイズナドロップ対策だ。あんな速い技に対抗できるの？バルログは技が速くて強力だからバルセロナアタックは確実にガードして。イズナドロップの時にタイミングを合わせて使えば落とせるよ。コンピューター戦のバルログはこれを知っていないとかなり厳しくなるんだ。意外なところで輝いたね。ここからは投げとつかみ技の解説に行くんだけど、数が多いから技を放った後の間合いの開きに注目していくよ。なお、画面端ならばめくりはできないけど間合いの開きはほぼ関係ないよ。まずは、近距離の間合いでレバーの左右のどちらかを押しながら大パンチでブレインバスターだ。実際のプロレスでよく見るやつだね。では、技直後の間合いも実際に見ていこう。結構開いちゃうね。この技は最も相手との間合いが広くなってしまうから。技を放った後の相手の起き上がりにはギリギリ大足払いか。トーキックしか届かない。じゃあ、あまり使わない方がいいのかな？そうなんだけど一般的に投げは大パンチで使うことが多いので反射的にこの技になってしまう人が多いんだ。だから使うなら、画面端にぶつけるようにしよう。でも、あまり使わない方がいいよね。次は、近距離でレバーの右か左を押しながら中キックでジャーマンスープレックスだ。プロレスの芸術品だ。使い手では伝説のカールウォッチ選手が有名だね。では、技直後の間合いを見てみよう。めくりは間に合わないけど、通常攻撃の多くは起き上がりに間に合うよ。モーションはかっこいいけどあまり使っている人は見ないよね。技をかけた後の間合いを見ても、封印した方がいいかもしれないよ。残念だね。次は近距離のレバーの左右のどちらかを押しながら中パンチでパイルドライバーだ。これに回転が加わるとスクリューパイルドライバーだね。では、技直後の間合いを見てみよう。自身のすぐ近くだね。かなり間合いが詰められているので、めくり攻撃まで安定して入る。だから投げはこの技をメインに使っていこう。ただし、間合いによって違う技に変わるのと。画面端で使うと、めくりを入れることができないので注意しよう。解説は以上だよ。シンプルで短かったけど、それだけ完成された技なんだね。次は近距離で左右どちらかのレバーを押しながら大キックでサンダーファイヤーパワーボムだ。落差の大きいパワーボムだね。技直後の間合いを見ていこう。これは結構開いてしまうね。実際に使うのはどうなんだろう。めくりはダメだけど。通常攻撃の多くは間に合うよ。でも、メインで使うのはどうかなと思う。フィニッシュで決めるなら、ありじゃない？ダメじゃないけど、万が一があるから控えた方が無難だよ。次は、近距離でレバーの下を押しながら中パンチでデッドリードライブだ。一本背負いのようなモーションだね。技直後の間合いを見てみよう。技のモーションの割には空いていないね。起き上がりの攻防では、一応めくりが間に合うけど。コンピューター戦では狙わない方が無難だよ。だから、相手の起き上がりには下段攻撃を重ねていこう。微妙な感じだけど、迷ったら使ってもいいのかな？相手メインで使うことはないけどしゃがみながら投げができるので、相手の攻撃をかわしながら狙うのはありだね。他の投げと違う特徴だよね。ただ、しゃがんで回避できる技が少なすぎるけど。次は近距離でレバーを下に入れながら大パンチでレッグスルーだ。通称チャブ台返しだよ。チャブ台返しは良かったね。では、技直後の間合いを見ていこう。空いた間合いは微妙だね。これはめくりは狙わずに通常攻撃を入れて起き上がりの攻防を仕掛けていこう。技の直後は結構開くと思われがちだけど。相手が空中にいる間も動けるのである程度間合いは詰めることができるよ。また、相手の攻撃をしゃがんでかわした状態で投げの間合いにいれば仕掛けることができる。意外といいかもね。
果と注意事項だけど、向いている反対方向に相手を飛ばしてしまうので必ず左右反転してしまうことを覚えておこう。画面端に放り投げたら距離を詰められるね。次は掴み技に行くよ。まずは、投げの間合いで遠目からレバーを下に入れながら中、大パンチでストマッククローだ。腹を押さえつけるようなモーションだよ。息ができなくなるような技だね。特徴は？この技は掴み技なので初めは中攻撃くらいのダメージを与えて、あとはミリ単位でダメージを与えるよ。それからはレバーガチャとパンチボタン連打でダメージの減りが早くなるんだ。使い勝手はいいの？この技はそこそこダメージは与えられるよ。何か欠点はあるのかな？まずは、コマンドが普通の投げ技と同じなので、狙って出したつもりが別の技になることがあるよ。また、掴み技はコンピューター戦では使い勝手が悪くて後半になるにつれてノーダメージで外されることもある。だから普通の投げの方が使い勝手がいいことも多いよ。優秀な投げもあるから、使うことを躊躇しちゃうね。一応、参考に高レベルのコンピューターが使うものを見ていこう。こんなの反則じゃん。掴み技はこちらが使えば色々と短所も多いから使わない方が無難だね。もう少し調整して欲しかったな。次は投げの間合いで遠目でレバーを左右どちらかを押しながら中パンチでアイアンクローだ。顔を手のひらで覆いながら握力でダメージを与える掴み技だよ。実際にかけられると痛いんだよね。特徴は？これは掴み技なので、最初に中攻撃ほどのダメージを与えてからあとはミリ単位でダメージが増えていくよ。そして、レバーガチャとボタン連打でミリ単位でダメージが増えるよ。一般的な掴み技だね。何か注意することはある？相手との距離を間違えると別の技になるんだけど、その技は非常に使い勝手がいいので、このアイアンクローを使う必要はほぼないと言っていい。強いコンピューター相手にはすぐに外されてしまうし、威力も特段に大きいわけではないからこの技が出ないように立ち回ることが重要だ。これが一番残念な掴み技かもしれないね。次は投げの間合いで遠目でレバーを左右どちらかに入れながら大パンチで掴み技の噛みつきだ。悪役レスラーがよく使う技だよ。正統派と思ったザンギエフからは意外な技だね。特徴は？これは初めに中攻撃ほどのダメージを与えてからあとは、ミリ単位でダメージが増えていくよ。通常の掴み技ならそこでレバーガチャやボタン連打でダメージは多く奪えるんだけど人が使うとあまり増えない。しかも、掴み技なので、コンピューター相手には通用しにくいよ。いいところが少ない技だよね。しかも、間合いのミスで違う投げになるんだけどそれがこれだから使い道は少ないだろう。残念な技だな。次はダブルラリアットだ。これはパンチボタン全押しで発動して腕を広げての回転攻撃だ。わかりやすいよね。どうやって使っていくの？この技は胴の部分が無敵なので、タイガーショット以外の飛び道具はスルーできる。ジャンプ力が低いザンギエフにとってはありがたいけど、タイガーショットも回避してほしかったよ。また、エドモンド・ホンダのスーパー頭突きも落とせるよ。他の突進系の動画も見ていこう。ベガやブランカはダメだったけど使い方は飛び道具回避とホンダを防ぐことがメインかな？というか、それ以外に使いようがないんだ。ここからは弱点を変えていくよ。まず、ボタン3つ同時押しはとっさに出すことは結構難しい。少しでもタイミングが遅れると技が出なくなる。意外と難しいよね。また、移動ができないので頭を狙われたり弱点の足を攻撃されるとあっさりとやられてしまうんだ。弱点が多いよね。さらにしゃがまれると技自体が当たらない。使いどころは限定されそうだね。次は必殺技の紹介だよ。相手の近くでレバーを1回転してパンチでスクリューパイルドライバーだ。豪快に回転を加えたパイルドライバーだよ。ド派手で、ギャラリーが湧きそうな技だね。特徴や使い方は？この技を使いこなせるかどうかでザンギエフの強さは変わってくるよ。まずは、威力だけど必殺技単体では威力が最も高く、3発くらいは KO される。また、技の後も間合いが広く離れないと良いことずくめだ。3発で KO なの？めちゃくちゃ怖いな。それだけではなく、この技は投げの間合いが最も広いんだ。このくらいでも投げてしまう。めちゃくちゃ広いよ。だから足の遅いザンギエフの弱点を少しでも補ってくれる。では、何か気をつけないといけないことは？まず、投げになるのでコマンドが成立する前に投げられることがしばしばある。動きが遅いからしょうがないよね。そして、コマンドの難易度が高いので簡単には使いこなせない。レバーを一回転ってそれはかなり難しいよ。上に入れたらジャンプしちゃうじゃん。どうやるの？
対応は2つあって、まずはジャンプ中やダウン中、交錯している時にコマンド入力をすれば OK だ。今まではこれだよね。これならなんとかいけそうだ。そして、もう一つは立ちスクリューだ。文字通り立ったままでスクリューを出すよ。実は公式では1回転としているけど左、下、右、上のコマンドが順不動で入力すれば成立するんだ。だから、左、左下、下、右下、右と入力して右斜め上、上と入力するとき、斜め右上のあたりでパンチボタンを押せば、ジャンプをキャンセルしてコマンド成立だよ。コマンドは1回転ではなく4分の3で OK だ。そうなんだ。これはマスターしない手はないよね。これがどれだけの精度で出せるかがこのキャラの強さを引き出せることにつながるよ。頑張ってマスターしたいよ。ザンギエフの総括です。どうだったかな？動きが遅くて、ジャンプも低いけど不思議と人を引きつけるキャラだよね。このような格闘ゲームで投げが中心のキャラなんてどうかな？と思った人もたくさんいると思うけど、そのポジションに見事に収まったね。使いこなすのはかなりの練習が必要だと思うけど、それまで心を折られないといいけどな。では、次の動画はザンギエフの最高レベル負けなしコンピューター戦動画をお送りいたします。ご視聴、ありがとうございました。ご視聴いただき、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。